このリンクをですね、お上げしたいというふうに思いますので、また残ってていただければと思います。このリンクもいろんな種類があると思うんですけども、特に小林さんがおすすめのものって何でしょうか？そうですね、やはりこの富士というリンゴなんですけども、はい、これ非常にシャキシャキ感がありますし、芯の周りに蜜が入ってるんですね、はい、まあ、皆さんも多分食べたことがあるかと思いますけど、特にこの山の内町のリンゴというのは有名ですので、ぜひ皆さんまた食べていただければというふうに思います。はい、その食べていただければということなんですけれども、早速なんですが、はい、このリンゴをプレゼントしてくださるという、はい、ただそのままあげるわけにはいきませんよね、はい、小林さん、ね、どうしましょうか？はい、それではですね、じゃんけんをしていただいて、はい、ですね、勝った5人の方に、勝った5名の方に、5名の方に、そうですね、それでそれを3セットでやりますか？わかりました、はい、というわけでこの後、美味しいリンゴ富士をかけましたじゃんけん大会を行ってまいります。3セットですよね、勝ち抜き3名様ということで、ですね、5名ずつを3回ですから15名、そういうことですね、わかりました、はいはい、じゃんけん大会をまずは勝ち残り5名ということでリンゴセットを差し上げたいと思いますので、参加される方はご通行中の皆さんも来てください。今からリンゴをかけたじゃんけん大会を行ってまいりますので、どうぞ皆さん一歩前に来てくださいね。滋賀公園のふもとで採れました富士のリンゴをプレゼントしますので、ぜひ皆さんじゃんけん大会に参加をいただければと思います。大盤振る舞いですね、今日は最終日ということで、はい、ぜひ。さあ1回戦目ということで、まずは、はい、それじゃあ、はい、まずオコミンとじゃんけんをしていただきますので、オコミンの方を見ていただいて、最初にオコミンのグーから紹介したいと思います。オコミンちゃんグーをお願いします。じゃんけんグー、これがグーです。これグーです、はい、これグーです、次にチョキをお願いします。じゃんけんチョキ、チョキです。それじゃあ最後にパーをお願いします。じゃんけんパー、覚えましたか？はい、よろしいでしょうか？覚えましたか？さあ、はい、相手はオコミンです。アイコもダメですよ、勝った方だけ残ってください。で、3回戦ありますので、皆さん負けてもそのまま待っててくださいね。では1回戦目、勝ち残り5名様にリンゴをプレゼントです。今ご通行中の皆さんも参加できます。皆さんリンゴをかけたじゃんけん大会参加してください。1回戦目いきましょうか。はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、掛け声は小林さんお願いします、はい、それじゃあ皆さん手を挙げていただいて、はい、じゃあオコミンいきますよ。じゃんけんほい。あ、オコミンはパーですね。ですので、チョキの方ですね、チョキの方よろしいでしょうか。2回戦残ってるんで負けた方も待ってくださいね。じゃあもう一度いきますか。はい、それじゃあじゃんけんほい。あ、グーですのでパーの方パーの方、前の方にちょっといいですか、パーの方。はい、前の方に、パーの方は前の。はい、1、2、3、4、5、7。7名ですかね。7名ですかね。じゃあもう一度だけよろしいですか。はい、はい、いきますよ。それでは、じゃんけんぽい。グーですので、パーの方。パーの方、今ちょっと負けた方もちょっとそのまま、そのままちょっと待ってください。アイコ、アイコ、とりあえずパーの方今いいですか？パーの方ちょっとこちらに、はい、はい、じゃあまず一人じゃん、こちらに、はい、